はい、どうも始まりましたサーズチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日はね、いつもお世話になっている深谷花鳥カフェの牧野さんからこのプチトマトの差し入れをいただいたので、うちの動物たちにあげていこうと思います。もうこれね、全然普通に人間が食べられるようなトマトなので、人間が食べてもいいんですけど、動物たちにどうぞということでね、うちの動物たちにあげていこうと思います。まあ、じゃあとりあえず最初に、室内にいる、コールダックのおかかにあげていこうと思います。はい、おかかです。今ね、朝野菜とねフードをあげたので、このトマトをあげていこうと思います。おかかはね、おちょぽ口なのでね。お前すごいな、小松菜の汁が黄色くなってるやんはい、どうぞ。お、食べてますね。美味しそうに。吹っ飛ばしてるけど。お、お、美味しそうに食べるね、お前は。でかかったか、ちょっとごめん。あ。やっぱ、ヒロはトマトが好きっすね。お風呂入ろう、終わったら。この小松菜とトマトの汁ですごいことになってると思う、お前の白い部分が。早っ。あっという間にペロッと食べちゃいました、ね、美味しかった、美味しかった。おけんちゃん、おけんちゃん美味しかったですか？まだ食べたい。夜あげる、夜またね。よし、じゃあ美味しかったということでお風呂入りましょうね。お風呂。はい、続きまして、うちのデカヒルとデコちゃん、この子たちはね、こちらの運動場に昼間いて、暮らしているんで、今日はね涼しいんで、どうなんかあまり食べるんかわかんないんですけど、あげていこうと思います。ああ。食べてますね、食べてますね。おい、デコの分は残しといてあげて。おうおうおう、やはりちょっとでかかったか。潰してあげれば食べる。結局潰し待ちか。はい、痛い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 。はい、美味しい。うわ、はい、全部潰すん。はいよ、全部潰すの。痛い痛い痛い。デコが動き始めました。デコちゃんが、どうぞ。デコも食べてます。ヒルたちも向いてくれてたよ。やだな、お前は。
ない。あ、いいの。置いとく。置いとくます。ですね、デコは。これはケースだけです。